原作との乖離が多く起こる、ウォールマーケットと地下下水道、そして列車墓場。この物語にはエアリスの覚悟と秘密が隠されている。なぜエアリスの行動が後手に回るか、そこに隠されたエリゴルが暴れた理由、を解き明かしていく。前回エアリスが未来をどこまで知っているのか、クラウドのフラッシュバックの謎を解いた京子先輩。今回は列車墓場まで物語を進めた状態から始まります。まずはティファが連れて行かれたこのシーン。原作でクラウドはティファを見つけるが、それと同時にエアリスはティファをめがけて走っていく。クラウドの知り合いティファの様子を確認しにね。この時エアリスはティファがコルネオの館に行くことまでは特定できずに、ウォールマーケットで情報収集することとなる。しかしリメイクではクラウドがティファと会話して見送って、エアリスがティファを迎えに行くようにクラウドに説得するように変わっている。なんでこんな変化が起こるのか、このシーンには違和感がある。もう一度見てみましょう。はいよ、ティファ。クラウド、よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫、私の蹴り見たでしょ。わかった。はいよ、よ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男、どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ、助けてあげなくちゃ。ティファはクラウドに小声で話すように指示した。エアリスは走り出した時はクラウドの近くにいた。でもティファ、クラウドの会話シーンでは近くにいるようには見えない。そしてクラウドが会話を終えた瞬間に出てきた。ティファはクラウドに向けてだけ、コルネオのところに行くと言った。おそらくチョコボの運転者に気づかれない小声でね。あ、ちょっとおかしいですね。エアリスは。そう、エアリスはこの会話が聞こえていないと思われるのに、なぜコルネオの話題を出したの？エアリスはコルネオの具体的な説明をして、ティファを追うようクラウドを説得した。もちろん聞こえていた可能性もゼロではないけど、それにしては遠い。原作ではティファは、クラウドとエアリスのツーショットをがっつり目撃している。そしてコルネオの館地下でエアリスとティファでバチバチする。なぜこのシーンの演出が変わったのか、それはおそらくエアリスが未来を知っているから。ちょっと待ってください、この時点でエアリスはティファとクラウドのことあまり知らないはず。なのに原作でバッチリティファに目撃されるのと違って、エアリスがティファに見つからないように配慮して後ろで待っているように見えるのは、二人の関係性をある程度知っているからという可能性が出てきませんか？そう、しかしエアリスは未来を知っていると公式アルティマニアで明言されたものの、問題はこの時点で未来の全てを知らないこと。おそらく断片的にしか情報を知らず、まだ自身が命を落とすことも知らないのではないかと、前回までの謎解きで解明してきた。とりあえず星から読み取ったと思われる未来と異なる動きを取るとフィーラーが襲ってくる。そして未来の記憶を奪われる。フィーラーに触れるたび未来の記憶を奪われるのは公式アルティマニアで分かった情報よな。しかしソースとエアリスは知っている未来と同じような行動を取るしかないじゃないか。たとえそれが破滅に向かう道だとしても。そうね、でも彼女は出来事の時系列を知らないと思われるから破滅に向かっているとは思っていないかもしれない。そしてウォールマーケット編は謎解きのキーポイントがあまりなさそうだから省略する。やっぱり飛ばしちゃったか、仕方ないよね。何かキーポイントがあったの？クラウドが踊るシーンで、あれほど嫌がっていたクラウドが急に踊り始める理由、不自然じゃなかったかい？確かに変っちゃ変だけど、やるしかないって感じだったんじゃないの？クラウドは客席のエアリスと、この歓声から無意識にとあるものを想起したんだ。それは、ザックス。そうなんだ。マテリアルアルティマニアプラスの情報、笑顔のザックスの姿がフラッシュバックしたとある。映像化はしないとのこと、つまり裏設定だ。クラウドの理想のソルジャーであるザックスなら、こういう事態も楽しむに違いない。とクラウドは無意識に想起したんだ。クラウドは、ジェノバ細胞による記憶改変が行われる過程で、クラウド自身がなれなかったソルジャー、つまり理想の人格を作り上げて、偽りの自分を信じ込んでいる。クラウドのこうありたいという理想、それはスポットライトが当たった時に楽しめる人、ザックスのような人、
ということだ。本当のクラウドっぽくない大胆な行動は、ザックスモチーフの行動であることが多いということだ。原作まで全部知っている私としたら、なんかクラウドの中でザックスの存在が、どれだけ大きいかわかるようで、嬉しいような苦しいような。話はコルネオをオーディションに飛んで、コルネオの館の地下でティファを見つけたエアリスは、明るく話しかける。ティファはちょっと引いていたよな。これもエアリスがティファのことを事前に知っていて、あえて嬉しくなったという見方ができる。地下下水道と列車墓場を通して、エアリスとティファは仲を深めていくこととなる。エアリスはコルネオから、7番街プレートを落とす計画を初めて聞くこととなる。地下下水道でのエアリスの言動を見ると、どうやらエアリスは7番街プレートを落ちることは知っている。そして未来は変えられるなどといった言動が目立ってくる。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。そして問題の列車墓場。問題って何でしょう？原作から大幅拡張された列車墓場は、語られない隠し設定が大量に隠された伏線ゾーン。不明瞭なことは、ゴーストとは何か？マリンの幻とは何か？レノとルードの会話はなぜ聞こえた？エリゴルはなぜエアリスをさらったのか？この列車墓場にエアリスの決意を読み取るヒントが隠されている。確かに全部よくわからなかった。なんとなくお化けがなんかしてんだろう、とは思ったからあまり気にならなかったけど。まずはゴーストとは何か、について。クラウドたちを列車墓場奥地に呼ぶ。子供の姿からゴーストの姿へ。奥地に誘うゴーストは他のゴーストから叩かれる。黒い風に包まれたゴーストはクラウドたちの行く手を邪魔する。つまりクラウドたちを7番街スラムへ導くゴーストと、列車墓場に留まらせようとする攻撃的なゴーストの2種類が存在。エアリスはゴーストの集合体、グローガイストの心を読んだかのように、見つけた？という。エアリスはグローガイストは、かくれんぼ。していた子供と推測している模様、誰にも見つけられなかったことを想起、さらに列車墓場のボス、エリゴル、を見破ると、列車墓場に残留する思念をゴースト化して利用している、とのこと。残留思念は超常現象として、人間が強く何かを思った時にその場に留まる思念として、パワースポットや心霊スポットなどでたびたび用いられる用語。列車墓場は子供たちの間で恐怖の対象となっている。7番街スラムの子供が列車墓場に抱いた、恐怖心という思念を集めて具現化したモンスターがゴーストという仮説ができる。エリゴルがゴースト化した思念が生きているものから発せられた思念か、すでに亡くなった人のものかどうかは不明だけど、残留する思念をゴースト化できるとするならば、どちらもゴースト化できると考えられる。そしてエアリスはゴーストの言葉を読んだ。エアリスの古代史としての能力の一つは思念を読む能力なんだという考え方ができるようになる。次にマリンの幻とは何か。マリンは今7番街にいるはずなのに、なぜマリンの幻が見えたのか。これはクラウドたちを奥へ導くゴーストの作り出した幻と考える。なぜこのゴーストがしきりにクラウドたちを奥に導こうとするのか。これは7番街スラムで何らかのマリンと関係のあった子供の思念なのかもしれない。エリゴルの見破るの説明には、人間の恐怖心を糧にし力を得ているとも書いてある。糧とは活動の本源、食料といった意味が含まれる。残留する思念をゴースト化して利用と合わせて考えると、エリゴルは残留思念ゴーストを利用しつつ近い7番街スラムの恐怖心を引き寄せている可能性が浮上する。マリンの恐怖がエリゴルに引き寄せられて列車墓場まで届いた。それをマリンの友達ゴーストが感じ取った。だとしたら今マリンはバレットたちが7番街市中で戦いに出ているので、セブンスヘブンで隠れて恐怖しているはず。これは早く助けに行ってあげてというメッセージ。プレートが落ちることを知ってか知らずか、友達が泣いているから早く行ってあげてと言っている。そう考えると子供らしい行動。しかし黒い風、エリゴルの息のかかったゴーストはクラウドたちを奥に行かすまい、列車墓場から逃がすまいと阻む。そしてレノとルードの会話はなぜ聞こえたのか。移動のため列車を動かすイベントでエリゴルのものと思われる黒い渦巻きで列車が動く。その直後にレノとルードの無線と列車墓場の無線の周波数がたまたまあって会話が聞こえてくる。3人はやはりプレートが落ちると恐怖心を抱く。クラウド、ティファ、エアリスはそれぞれ7番街プレート崩壊を恐れている。3人の恐怖心を読み取ったのか、エリゴルはそれを知っていると思われる。この無線を合わせたのは恐怖心をさらに抱いてほしいエリゴルと考えられる。先ほどグローガイストがかくれんぼしていた子供なんじゃないかと推察していたエアリス。エアリスはこの時に自分の原体験を思い出す。子供の頃かくれんぼして見つけてもらえなかった記憶、トラウマ、
それは、恐怖心。エリゴルはエアリスの恐怖心を感じ取って取り込んだ。それを意図してかわからないが、さらった時にエアリスに映し出した。つまりエリゴルもエアリスと同じ、思念を読み取れる可能性がある。ではそもそもなぜエアリス一人だけ、さらわれないといけなかったのか。ここまでエリゴルを見ていると、プレートがこれから落ちることを知っている。エアリスの心を読み取っている、ように感じられる。クラウド、ティファは、プレート崩落するのかと疑心暗鬼。しかしエアリスの心の中は二人と違う。プレート崩落は確実に起こると知っている。崩落をあわよくば阻止したい。崩落を阻止できなかったら、被害を最小限に留めたい。そんな心のビジョンを読み取ったエリゴル。そんなことはさせたくないエリゴルは、エアリスを始末しようとする。プレートが落ちる。これからたくさんの恐怖が列車墓場に流れ込む。このチャンスを潰させないためにエアリスはさらわれた。エリゴルはマリンの友達ゴーストに阻まれて、エアリスの命を取ることができなかった。もう一度命を取ろうとしてクラウドが助けに来る。ここから先はエリゴルを倒して、囚われた思念を解放する流れとなる。これが考察の末導き出した。この列車墓場の全容。なるほど。そう考えるとしっくりしてきますね。次は7番街プレートの戦いね。あれ？ここはどこ？ケンさんと私だけ？別々の部屋に隔離されて閉じ込められた。こんな場所にワープさせられて。隔離されるって君の目的は何だい？謎解きの館へようこそ。ちなみに俺は分身できる。この館の館長 AI マスター総一だ。7番街プレート崩壊までやってきただろ。君たちには物語謎解きで置き去りになった。キャラクターの気持ちと言動の謎。君にはエアリスの7番街での行動の謎。君にはこれを見ていたセフィロスの謎。とそれぞれ解いてもらう。俺はイエスマンだ。疑問があれば容赦なく突っ込ませてもらおう。君たちの謎解き力を俺に見せてくれ。